桂浜のシンボル坂本龍馬像は昭和3年1928年5月27日に建立され、今年で96周年を迎えます。建立100周年に向け、桂浜公園の指定管理者播磨屋は龍馬像の生誕祭を初めて開きました。イベントを盛り上げるため、播磨屋は桂浜にある大きなものを準備。それがこちら、長さ20メートルの空飛ぶクジラです。空気を送り込み、いざ大空へ。しかし、まあ、これはこれで、まあ、ある意味打ち上がってるというかそれでもいい風を捉えると、クジラは元気よく空を泳いでいるように見えました。うわー、浮かんだ。こいどおりみたいや生誕祭は明日も開かれ、よさこいの演舞やキッチンカーによるグルメフェアが開かれます。